おはようございます。画家の小木曽です。お元気ですか？絵描きをしております。こういう個展とかをやってます。もう終わってるかもしれませんね。こういう絵を描いております。もし展覧会中とかだったら遊びに来てください。よかったらですね、声かけてください。 YouTube 見てますとか言って、YouTube 見てますとか言ってくれたら嬉しいもんなんですよ、おじさんって。で、今日の動画こちらですね、逆光の女性を描いてみたいという動画でございます。逆光ですね、この影の中の色とかっていうのを少しこう私もこう結構こう難しかったです。ちょっと赤みがかりすぎたかなとかっていう感じで最後ちょっと微調整しましたけども、そういうこう微調整とかをすごい参考になるかもしれませんので、よかったら見てみてください。最後までよろしくお願いします。それでは本編を、それでは解説をしていこうと思います。光さすということで、白亜紙に、転写をしておきました。まあ、若干変えてます。ほんの少しですけども、若干、本人と少しこういうとこああしてこうしてみたいな感じで、変えてますが、すごくこう人のいい、モデルさんでございます。で、こう墨入れという作業をしていっています。なんか漫画家になったような気分で、案外これ楽しいんですよ。私はこの作業は作業で楽しんでやっております。まあ、なんか僕の作品って結構プロセスがいろいろあるので、なんかこう飽きないんですかとかよく聞かれるんですけど、あんまこう飽きるっていう感覚がなくて、なんかこういう作業はこういう作業で楽しんだり、こういう作業はこういう作業で楽しんだりとかしていく感じです。まあ、この白亜紙を作るという、下地ですねを作るのは正直きついです。で、インプリマトゥーラという作業をしていってます。テレピンとポピーオイルと、あとはまあ乾燥剤入れることもありますけども、あとはコバルトブルーとローアンバーとか、まあ、グレーを作る感じですね。まあ、グレーの下地をなんとなく使い出していますよね。昔はちょっと茶系だったんですけど、まあ、グレーになってきたなと。結構僕のこう自分の中では変わっていくんですよね。だからこうなかなかで、完全に乾いて、何日か置いて乾燥剤入れてたらだいたい2日後3日後に行けますけども、書いていってますね。で、まあ、2層目というのは僕はこう叩き筆というので叩きます。そうすると吸収がある程度止まります。ある程度ね、完全ではないんですけども、まあ、完全に止めたいとこなんですけど、完全ではなく、まあ、なんかこう普通のキャンバスとかやったらね、完全に止まっているからいいんですけどね、白亜紙というのは吸収紙という。で、ちょっと今日はこの右側にアップで、ちょっとお見せしながら、まあ、パレットが汚いですからね、こう同時に何枚か書いていますので、書いてまたパレット掃除して書いてとかっていう感じでやっていってます。グリザユ、かっこ釜油みたいな仕事ですね。釜油というか、ああいうような仕事でやっていきます。で、背景は、まあ、ボーンと光が後ろから逆光になっているので、かなり明るくなっている状態を描いていくんですけども、まあ、全部拭き取りましたね、結局ね。で、濡れた状態を作っておいて、まあ、いろんなパターンありますよね。明るいとこだけバーッと描いていくパターンもあれば、今回暗いとこから描いていってますもんね。この辺がなかなか僕のなんかね、偏屈なとこでね、毎回同じ描き方をしないというところが変わっているのかもしれません。まあ、私たちの業界というのはなかなか難しいもので、やっぱこう同じタイプというのがいたりもしますし、まあ、もう唯一無二を目指せるのが一番いいんですけども、私みたいになかなかこう、ね、個性豊かじゃない人間というのは、なんかこう伝統的な方法とかっていうのから、自分の何か方向を探していくという 方でやっていかざるを得ないというか、やっていっているんですけども、まあ、伝統的な方法ですね。本当に私が行っていた大学、東京芸大というのは、もう唯一無二を目指せというのが、もう本当にポリシーみたいなところがあって、ね、でもまあ僕みたいに本当にもう普通の中流階級で育った、ね、普通の人間も、別に人生になんかこうね、疲れ果てたわけでもなく、ずっと成功してきたわけでもなく、普通のこう人間からすると、大学というところに入って、行って何か社会に向けたメッセージをみたいなことを言われてもなかなか困るんですね。だから僕なんかをどないしたもんかなと思ってずっとやってきました。で、結局それが25年間もずっとこう制作続けてこれた、まあ、一つの原動力かもしれませんし、考え続けてきたということも一つの原動力かもしれませんよね。まあ、この間ちょっとインタビュー受けた時に、ふとこう やめようと思ったこととかないんですかとか聞かれて、あ、確かにあんまりかまないですねとか、いや、聞かれ方が面白かったですよね。画家じゃを諦めるようなことはなかったんですかって、あ、そういえば一回もなかったですねと言って、
ね、珍しいですよね。だからね、自分の夢とか目的目標を達成できたタイプの人間なんですよね。だからまあようわからないんですよね。だからまあ、そういう人はそういう人でね、なんかいるんだなっていう感じですよね。まあ、子供の頃にこう絵描きを、まあ、よく聞かれるんですけど、絵描きを目指して、まあなんか憧れじゃないですか。どうなんですか皆さんは。僕はこう勤め人という形で、まあでも緩いところだったんですけどね、もちろんこう大学の職というのは。でもやっぱり自分の時間を自分のペースで、完璧なる自分のペースでやっていくということを、どっかでずっと人生ね夢見てきた、でもそんな無理やと思ってたりしたんですけども、今はそれにちょっとトライしているんですけども、ちょっとこう唇とかは赤く塗っていってますね。まあなんかこう父親が毎日のようにこうサラリーマンでお勤めに行って、ね、何年も何年も40年かけて、一部上場企業の一応部長さんまでなっていたんで、優秀やったんだと思うんですけども、父親がね40年経って会社辞めて、それで3年後にこうがんになって、3年半ぐらいで亡くなってるんですけどね。なんかこう、まあ、退職を1年早く59歳で定年退あの早期退職して、なんか親父はなんかもう会社勤めが間違ってたみたいなこと言い出して、えって思ったんですけど、どういうことかよく分かりませんでしたけど、まあ、なんとなく分かるような気もするんですけど、まあなんかこうそば打ったりですね、まあ家庭菜園したり薪割ったりとか、まあそんなにちょっと短い期間でしたけどやって、うわそれが楽しいわみたいに思って、でまあでも肺がんが見つかってですね、まあがんの検診とか受けてたらしいんやけども、タバコやめて10年以上経つからちょっと肺はやってなかったっちゅう、もうねそういうとこがね、なんかですねまあこれが投稿されているのがそのぐらいかな。親父の命日が10月10日ということなんで、そのぐらいかなと思いますけども、まあ背景ベターっと塗っていってます。まあこれ、ライブ配信でも書いたんですけどね、これちょっとやっぱ本がしっかりした油絵に書こうかなと思って書くことにいたしました。4号というサイズですね。あんまり大きいサイズじゃありませんけども、何の話とんねっていう感じ。僕のも YouTube はもうそういう感じです。本格的にもう解説も細かい解説もしている動画も、またね機会あれば、最近視聴者になってくださった方もいっぱいいますので、またそういうもうザ基本編みたいなのもまた洋画でも作ろうかなと思います。今回はねちょっとどうしてもこうある程度作りとしてはもうね今まで見てきた人用かもしれませんけどね、ちょっと絵の具が毛がついていたとかね、まあ釜湯っていう単色画のことを釜湯って言います。ちょっと専門用語がいっぱい出てくるので、わけわからんって感じかもしれませんが、慣れますよ。多分慣れてくると思いますので、ぜひですねお付き合いいただければと思います。で単色画のことを釜湯って言って、その中でも白黒で描くのをグリーザー湯と言います。まあグリーザー湯ってなんか聞いたことあるっていう人多いかもしれませんけど、僕が学生時代そんなにこうメジャーでもなかったんですけど、多分まあムサビの先生、斉藤先生って先生かな、が結構こうそれを推していて、僕がこう九州の大学に着任する時に少しこうお話しする機会があって、でも義足多分グリーザー湯で描いて着色していくようなことを教えていった方がいいと思いますよなんて言ってくださって、そうすると僕が来た大学の前任の先生もそれを教えてて、そうなんですかっていう感じで、僕自身があんま知らなかったんで、なんかこう大学によりけりで武蔵野美術大学なんかそういう系がある程度推していて、東京芸大はそれはあんま推してなかったっていうかね、まあそういうのはあるんですよね、面白いもんですよね。でまあなんかこう単色で描いていったらこうね色の後から色を塗ってった、まあ、バルールっていうんですけど、色を合わせっていうのがある程度大きく崩れることがないというのと、マチエールですね、今ちょっと厚く塗って叩き筆で叩いて、というこうマチエール絵肌みたいなのをつけやすかったりするということなんで、初めにそういう風に。でやっぱり僕は油絵の具っていうのはね、構造を作っていった方が、何度も言ってます方が大人っぽくなるんちゃうかな説というか、まあ私はそういう風にいろんな絵を見て、まあ大人っぽい、まあ大人っぽくなくていいんですよ、ゴッホみたいに一日でわーっと描く、まあそれ大人っぽくないって言ったらすごい失礼になるんですけど、なんか構造を作っていった方が、まあ複雑には絶対なりますよね。
ていう、まあでも絵の具のね本当勢いよって言って、そういうこうことを目指す人はそれでいいんです。だからそれはそれぞれのやっぱ目的に合わせた方法を手段を取っていければいいんじゃないかなと思います。まあ釜ゆぐり剤でここのところちょっと丁寧にお見せしてますよね。本当に乾かないうちに、まああと背景わわわと洋服もわわざざざと書いていってるところまでお見せして、1層目ですね。まあ、ある程度グリザユ釜ゆである程度頑張って時間かけて描くっていう感じですね。でこの逆光の肌の色をどういう風に選択するかなっていうのは結構難しかったですよ。なかなかこうね、どうないしようかなって感じですね。でまだこう乾かんうちに頑張って顔の部分も描いて、完全に乾燥した後です。これ完全にすみません、間にね、ちょっとこう間が空いてます。まあ、この時はコバルトグリーン系を、まあ一時は紫やったり、今度グリーン系を塗ってみたりとか、まあいろんなことしてますよね。描き方変わっていくでしょう。おじさんってそういう人なんですよ。筆とかも変わっていきますしね。だからいつもこれ絶対使いますって僕ないんですよ。だから結構動くんですね。まあそういうのが面白いですよね。なんかもうちょっとこうしたらこうなるかもなみたいな。あ、そして輪郭のところちょっと黄色を入れていってますね。おお、大胆に黄色を入れていってますね。で、逆光で向こうから光っているっていう感じを出すために、少しこの辺はカドミウムイエローみたいな色、そして顔の方はちょっとグレーズといって、ちょっと茶系みたいな赤と茶色を混ぜたような色を塗っていってます。でパレットがこうね若干汚いから何色使ってるかちょっと私もよく分かってませんけども、指ですり込んでみて弾いてないかなという状況を作っていってます。そしてちょっとこう赤っぽいのを塗って2層目で、少し着色をしていってますね。2層目もこう釜ゆという作業をしていくこともあります。だから描き方数結構千差万別、いろいろやってますよね。でこう拭き取ったりこすったりして、どうかなかな塩梅を見ながら、逆光のところっていうのを描いていきながら描いていってますね。ねえ、何の話からこうなったんやけな、忘れましたけど。まあだからなんかね、今はそうやってこう在宅で仕事することが多くて、まあすごくこう、まあ、子供と接する時間がめちゃくちゃ多いんですけど、まあちびがね、下の子が1歳になったかならんかぐらいかな、この動画いつ公開してるかちょっと未定なんですけども、今8月の11日にこれ録音していますけども、この4本目の録音なんですけど、ね、山の日ということで、でまあ、夏休みこうお盆とか幼稚園とか預けれないからですね、ちびっ子が2匹家にいて2人で一生懸命やってるんですけど、本当に子育てって大変なんですよね。でまあ男の子育てたことある人は分かるかもしれませんけどね、恐竜ですからね、完全にね。だからうち僕 の, あのサブチャンネルは恐竜チャンネルという風になってるんですけど、ギャーギャーワーワーうっさいですよ。今日はもう標本作りとかを一日しておりました。今またね、ようやく少し絵の具が落ち着いてきたので、着色をしていってます。逆光のとこの生に近い白の色を置いて光ってる感じを描いていってますね。わかりますかね。なかなかこう両方ね、あの画面があるとわけわからんって感じかもしれませんけど、ちょっとこれやったら逆光でちょっと顔暗すぎますから、後で少し明るくしていきますけども、あのこういう風に描いていきますね。まち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 まね、ちまちまちま。今日なんかあのカブトクワガタが何匹かあの天に召されていったので、標本作りを一日っていうか午前中は山へ遊びに行き、午後は標本作りをし、まだなんか遊んでおりますけどね、元気ですね、元気100倍でございます。そしてちょっとずつこう逆光の中でどういう、あ、ちょっとなんかね、これ経過ついてたんですかね。今、カッターの刃で取りました。で、逆光の中の日、あの、あれを色を少しずつ置いていったりとかしながら、微妙にですね、どれぐらいかな。そして背景ベタッと思い切って生の白に近いのを置いてみました。まあ、黄色く薄くこう輪郭のとこに塗ってあるのが、やっぱ薄く残ってくると思いますので、ね、そういうのも活かしつつ、輪郭のところからビューと描いていってます。ね、なかなかね、逆光って面白いですよね。まあ、こうあの後ろは単に窓なんですけどね、まあ、で真っ白にこう光をこう撮影するときに、ぶっ飛ばしてですね、まあ、卒業するちょっと前ぐらいにあのモデルさんしてくれて、もう4年生だった子ですけどもね、卒業していきましたけども、元気にしておりますかっていう感じで背景をベターっと塗っていっております。そして輪郭のところね、こう絵の具がポコッと盛り上がってるのをなんとかこうねとか、逆に内側に絵の具を少しこう盛り上げてみてとかっていう、まあこの辺のせめぎ
ぎ合いってすごく難しいですけどね、この辺。それで絵の具をこうちょん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 とこう引き伸ばしてるんですよ、こうやって。わあ気持ち悪いって感じでしょ。ちょっと絵の具を厚く塗ったのを引き伸ばして奥の方にまた薄くなって、また輪郭のところにちょっと立ち上がった絵の具があるから、そういうのをこうしたりとかっていうことをしたりとかしてですね、向こうから光が入ってる、光が差しているというね題名になっていますけども、こういうところチッ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 、だからこういうところで絵の具の物質感、奥の方なんですけども光が当たってるところっていうのを、そして叩き筆で背景を少し鳴らしてみたりとかしていってます。わー何言ってるか分からへん、わーって感じでしょね。本物見ていただけるとね、あーなんかこうこういうのを見て、あの本物見たりすると輪郭のとこ叩いてってますね、こうやってね、チッ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 、そうするとこう輪郭のとこがなんかボケてきて、でも向こうから光がビュッと入ってるとこをギュ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 ッと厚く塗って、二カメ性はどうですか、二カメにしていますけども、光がちょっと入っていってるということでございます。まあ顔のまだ色全然こうまだ安定してないですけどね、とりあえず光の部分からか、当たってる部分、奥の部分から描いておこうかなっていう感じですね。どんな感じにしようかなっていうのすごく迷ってますよね。次の層ぐらいで少しまとまってきますけども、そういう風に何層か何層か重ねていって、唇とか赤く塗ることによって、じゃあ周りの肌の色とかどんなに見えるかなっていうのをちょっと調整していったりとかですね、していくわけでございます。点点点点点、まあ、すごい丁寧に見せてますよね。まあ、こう本当にあまだこう着色がされてない上に少しこう着色をしていくと、まあ、そんなに色として飛ぶことがない。まあ、今だいぶ飛んでるようには見えますけども、顔の肌の色もじゃあこれの赤に合わせてどれぐらいまで持っていこうかなとかっていうのの、ね、基準がまた増えていきますよね。っていう感じで、ちょっとずつ進んでいきますと。こういうところね、もう本当にちょん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 って本当に慎重にやってますよね。真上からのカメラだけじゃわからないですけど、あこんなことしてはったんやって感じですよね。ちょん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 と 目の色なんかっていうのはね、というか鼻のここ光ってるところなんかどんなんかな、こう輪郭ちょっとぼかしてるんですよ、輪郭っていうかね、絵の具はでもちょっと熱くなっていてね、こんな感じでやってってます。ちょ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 、光をもう一回刺してペッペッペッ、向こうからの、ね、面に光が入ってるのを入れてみたりとか、うわー細かい仕事をしてはりますよね。わかりますか、目の中というのも描いていって、ちま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 で、まあ、また絵の具がちょっとしたら乾きますけども、乾いたら最後にの仕事に近い仕事をしていくということですね。あ、まあ、初めのあの話をしてたのかな。まあ、あのなんかこう自分のこう個性みたいなのを探すってすごい難しいですよね、本当ね、なかなかね。でもまあ私はまあこういう絵を描くということがまあ嫌いにならずに、まあ何年も来た、なんかこう調子が悪かった時は絶対あると思うんですけど、あの嫌いにはならず来れたのはすごく良かったのかなと思いますよね。嫌いにならなかったですね、あんまりね。まあなんかこうもう新しいこと新しいことを発見してみようと思う、でもそれにはなんかやっぱ基本的な力みたいなのがあったからなのかおかげなのか分かりませんけど、思い返してみるとやっぱり汗で完全に乾いてからまた着色をしていっております。ちょっと紫色を塗っていってますよね。そしてお兄ちゃんが遊びに来ましたというわけで、お兄さんがちょっと乱入しましたけど、今こう紫になりましたよね。でやっぱこれじゃちょっと肌ね、ちょっとな血色悪すぎるでしょ。で指ですり込んで、それで少し頑張って赤をピューッと塗ってみました。結構思い切りましたねこれね。ブライトレッドライトみたいな色とかかな、もうちょっとやりすぎかなぐらいに一回塗ってみました。どの辺かなっていうね、もう血色悪すぎるというので少し塗ってみては、これじゃあかんやろということで、少しまあ、でも指ですり込んでみてどんな感じかなっていう感じで、この辺の葛藤がね面白いですよね。これどうですか、自分で見てみてやっぱちょっと赤すぎますわね。でもそれでもまあちょっとこうで輪郭をこう向こうから光が入ってるような状態に少ししてみたりとかしたりとかですね、輪郭をぼかすっていうか中に入れてみるとかっていう作業をしてみたり、そうなるとやっぱ肌めちゃめちゃ赤いですね。僕みたいですよね、日焼けしてるか酒焼けしてるみたいな感じ見えますよね。酒焼けしとんなって感じがしますけども、まあこの辺の本当に色のバランスみたいなのをやっぱ調整しながら、これじゃあかんちゅうことで今これかなり青ね、思い切りましたね。この辺皆さん参考になるんじゃないですか。まあ、赤塗ってそれの上にこのブルーグレーみたいな色を塗ってますよね。コバルトグリーンと白みたいなのを混ぜてみたいな感じかな。でこう点々点でこう書いていってる、点々点々点々
完全にベタッと塗るんじゃなくて、ちょっとずつ赤いのを残すような感じで隙間を少し間を空けながら思い切りますよね。皆さんこういうの見るとと思うんじゃないですか。なかなかこう勇気のいることですけどね。でこれぐらいこう点々点って、そうするとちょっと赤いこう点々の隙間から、あブルーグレーの隙間から見えてくるということで、赤いのがね、で寒色、まあ、筆色分割法とも言いますけども、印象派などがやった。でもまあこういう風な写実的な絵でも使おうと思えば使えると。だいぶ大胆にね、赤い土台作ってから、だいぶだから色がこう肌の色がちょっと悪すぎるなと思ったから、もう思い切った改造をしてみたわけですよね。まあ、どういう風になるか分かりませんが、こう思い切ってやってみようと。まあ、これぐらいちょっと明るくなりましたけど、これはもうどうしてもあのキャメラの性能ですね、また暗なりましたね。なかなかね安定しないですね。で点点点点点点点で少しこう叩き筆とかで鳴らすと、まあまあまあ悪ないなと。でもこうちょっとやっぱりこう透明色系やったからですね、赤が強いですね。なんかね、下の絵の具がこう赤の方が勝ってしまうというかですね、そんな感じがいたします。で叩き筆少し鳴らしながら、あということで少し、はい、奥から光っている光みたいなのを描いてあげたりとかして、光をこういうのを描いてあげたりします。まあ、いろんな人の作品を見させていただく機会を得れているので、私の一つのこうなんていうか、まあ、あの動画作りのモチベーションに相当なっていて、もう2好評というのをやっていて、そうするとやっぱ影の中は潰れてるということを、まあ、写真を送られてきて、まあ、写真やからなかなかそこまで判別できないかもしれないですけど、やっぱ案外こう影の中の色が潰れてるなとかっていう人は意外と いるなとか、影の中に色を感じさせれてないなっていう人が意外といるんですね。でこれっていうのはどうしても写真というものがすごくコントラストが強く映ってしまうから、中間色がぶっ飛んでしまうわけですよね。そうするとこう影の中は暗くなるとかっていう風になって写真が映ると。でそれをただ映してしまったりすると、やっぱりですね、影の中暗くなって、でもそれを写真一生懸命映したからええやないですかみたいに言うんですけど、人間の目って賢いんで、例えば影の中を見たら、やっぱ影の中だけをずっと見てたら、そこの中にちゃんと色を認識できるんですよね。わかります？で光の中でもボーンと写真だと吹っ飛びますけども、光のところだけを当たってるところだけを見たら、そこにはちゃんと形や色を認識するという、その場所その場所に視点が合うと認識できる能力を持ってる。だからすごくこう高性能なね、だカメラよりもこうもちろん人間の目って高性能にできているわけですよね。でカメラももちろん相当高性能になってきていて、なんかこうコントラストを弱めるとかいろんな機能ついていますけども、やっぱりそういうところっていうのが絵画にしていくべきところなんですね。わかりました。ちょっと哲学的なこと言いましたよね。だからこうなんかこう、まあ写実的な絵を描きたいという人も多くって、でもなんかこう写真を一生懸命写しましたっていう風に見えてしまう人は、ちょっとそこのところ今の言葉をヒントにしてもらえたら、何かそれぞれの個性みたいなのにつながる可能性もありますので、やっぱりこう写真をうまく写せましたっていうこと、僕もやっぱり言われますが、写真やんってね。でもまあ写真、まあそうですねみたいな感じですけど、やっぱ写真やんって言われたらもう負けっていうふうに思ってるぐらいなとこがあるんで、プラスやっぱ絵の具の物質感があるかもしれませんし、色彩というものもあるかもしれませんし、自分の色みたいなものもあるかもしれませんし、そういったことをちょっとこう念頭に置いて、ね、難しいですけど、自分の個性っていうものは何なんだろうっていうことを少し考えられたりして、見るのもいいのかもしれません。ちょっと写実的な人のね、だから本当にこうちょっと昔よりはもうなんか写実系なんかみたいなコンクールも増えてきて、へえなんて僕も思うんですけど、やっぱねそれと写真っていうのは違うわけですからね、ちょっとそういうことも少し頭念頭に置いとかないと、一生懸命写したからええやろみたいな、自分で答えを、それが答えなんちゃうのって言う人いるかもしれませんが、そうじゃないんですよね。はい、髪の毛とかを少し、描いていってます。やっぱこれカメラが今ね動画賢いからね、すごいですよね。顔が明るくなったり暗くなったりしてますけどね、もう顔という認識をしているんですよ、これ多分ね、キャメラがですね、絶
ZV-1 ってまあそういう子で、最後の層ですね、まだちょっとなんか赤みがかってるかなみたいな感じがするんで、少しまた補彩をするような感覚ですけども、まあほんの少しだけ微調整して終わりにしようかなと思いました。指ですり込んでブルー系グリーン系をすり込んで、ちょっとこうね、思い切ったさねえ、緑がビョンとありましたね。今までなかったような色ですね。だからこれぐらいも大体にギャンと入れてみても、まあなんか違和感なく見えればなっていうふうに思いながら思い切っていきましたよね。がそういうこう本当に微調整をしながら絵画を作るということですね。自分のそういう、例えば この絵に関してはやっぱ美しいというものを描いていくという目的を、まあ、もちろんこの作品によってよりけりですけども、テーマがあったらそれに合わせて自分なりに、ね、考えというか絵の具とかをいろいろ取捨選択していくという、その取捨選択の時にやっぱりそれぞれが選ぶ選択する色彩であるとかマチエルであるとか、ね、コンポジションであるとか構図であるとかっていうこととかはやっぱ個性というものにつながってきますので、ね、そういうことも少しこう考えられてみてもいいのかなと思います。そして最後の書き込みということで以上となります。本日もありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。いかがだったでしょうか。こういう感じでね、あの逆光を描いてみるというのもね、なかなか面白いんじゃないかなというふうに思います。もう見続けていくと絵も上手くなるかもしれませんしね、おじさんのお話に眠くなるかもしれません、ね、寝ていただいた方がいいですよ。眠くなるように、皆さん眠くなれっていう感じでございます。夏の疲れがどっと出る時期かもしれませんので、体調無理なさらずに、楽しんで、皆さん制作に励んでください。またお会いできる日を楽しみにしてます。それではまた。